プロジェクト K。 クト K こんにちは、キロです。今回はですね、こちらです。スでゼです。12の234のゼです。こちらはですね、金鉄さんからコメントでご答えいただきました。ありがとうございます。これならさすがに坊主はないでしょう。もう最近負けっぱなしですので、とにかく的中が欲しい。坊主だけは避けたいところ。本日つ初日です。もうつといえば2号艇、そんなイメージがございます。陰逃げも抑えつつ2号艇も抑えているということで、いい感じではないでしょうか。ただこちら20通りです。240倍を超えなければなりません。2号艇頭で思わぬドデカワンシュー来ちゃってください。さあ、では全部です。どうぞご覧くださいませ。はい、第一列でございます。つ初日でございます。さすがに的中はお願いしますよ。ちょっとスタートまで動かしていらっしゃいます。立ちました。1号艇鈴木、2号艇柳井、そして2号艇頑張っていただきたいな。つならではの2号艇の日でお願いします。うわ、すごい、これで1号艇いった。待って、いきなり的中。2号艇柳井、巻き座走者6号艇中井田、前が壁、内を作るのは3号艇三下、5号艇増田、逃げた1号艇鈴木勝弘が先頭。10倍台まあまあ、それはそうでしょう。1号5、1号3、アウトは3号艇三下、18.3倍。スタートは正常です。20通りです。5号艇マサ絡んでくるが差し返す4号艇サガです。この内側5号艇が2着に来ちゃうと的中じゃないんだ。2番手争い現在4号艇サガ、まあね、インディギアはね、アウト5号艇マサ的中がしたいんです。とりあえずモーズは避けたいんです。もう避けっぱなしだから、どっかでだから2号艇頭で満州が欲しい。145、とりあえずこれは 18.3倍。いいでしょう、いいでしょう。とりあえず的中いただきたい。お願いしますよ。第1レースから判定審査2号艇柳食い下がっての4番手です。1号2になっちゃう。13.8倍。1号5でお願いします。3番手5号艇マサに対して握っていったのは2号艇柳になっています。はい、第2列でございます。こういうの欲しいですよ。こういうの1号艇でインディゲでも高いですよ。2号艇はもっと高いですけど、もちろんインディゲでも高いです。こういうのをね、的中いただきたい。うわ、1号艇スタートしました。5コース5号艇藤田がトップスタートを切りました。2号艇だ。2号艇いっちゃおう。2号艇いっちゃいましょう。まずは2号艇渡辺さん、5号艇まくり切る。2段でまくっていった5号艇藤田、切り込んでくる4号艇柳田、間から3号艇勝浦が続きます。5コースからまくりました。5号艇藤田博隆が先頭。2番手らしい3艇広がっています。インディゲでも高かった。号艇柳田、間から3号艇勝浦。こういうのであればインディゲでも的中いただいたら嬉しい。スタートは正常です。2マーク2番手握っていったのは3号艇。まあな、さすがにない。1号艇からも 2着が234、それで20通りなのでね、的中ラッシュか的中ラッシュをいただくか、もしくは2号艇頭でどでかいところを一発でもいただくか、どっちかしかないな。とりあえずだから2号艇頭来るまではもう全部インディゲでお願いしたいな。なのに5号艇。はい、第3レースでございます。4番5番6番です。2号艇ぐらいならもう1号艇、あ、1号艇高い、これ高いな。スタートしました。これ来たら高いです。1号艇でも高い。スタートスローゼもスタート決めました。頑張れ。1号艇渡辺、2号艇5号艇やめてね。5号艇すごい、うわわあ、内側から3号艇浦上が続きます。まくり差しが突き刺さる5号艇豊田健志郎、1号艇渡辺捉えて、5号艇すごい勢いで突き上がってきた。うわ、そういうこと。2号艇豊田邦康スタートは、でもこれ高いですよ、多分5号艇頭でも。5号艇豊田健志郎クリア、バタついた1号艇豊田健志郎選手高い。切り込んできたのは、いや高いですよこれ。この内側から2号艇、そっか、だから1号、いやでも1号も高かった。これ全部高い。これは一体誰が人気なんだっていうぐらい全部高い。3号艇か、3号とか。21マーク2番手らしい内側から2号艇豊田が先に。いや待ってよ、5号艇、1号艇渡辺が5号艇の日だ。この内側から3号艇浦上が続きます。番、はい、第4レースです。頼むプラッシュ氏。すでにもすでに坊主は免れておりますけれども、鳥紙です。第1レース、うわ待って、ほら5号やめて、もう押さえて、5号艇その隙に2号艇来て、松尾選手だ。あ、待って、でも分からない。21はダメだよ。だから23。231。あ、高い。47.0倍。231。うわ、21。23だ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 。
やばい、やばい、やばい、234、156.4 倍です。234適中です。234、243なら315.7 倍プラス収支、一発でプラス収支。あーやばい、やばい、234か、243でいかった。倍違います、これ。234と243倍違います。243ならプラス収支、一発プラス収支なのに、234、156という場合プラス収支には届かない、一発では。234だ。いやでもすごいぞ。奇跡のような1号艇がね、絡めばそんな高くなかったですけど、1号艇が弾かれて156.4倍、的中です。234、うわこういうのですよ。2号艇頭来てくれた。まだまだお願いします。プラス中心欲しい。ありがとうございます。的中。さあ第5レースでございます。いきますよ、いきますよ、本日いきますよ。ちょっとまだプラス中心届いてないですよ。前半のうちに、ね、プラス中心いきたいです。1号艇2号艇が行くんでいらっしゃいます。ちなみに風速2メートル。うわ3号艇いった。あこれね、5号艇来る、4号艇かと見せかけて2号艇来ない。1号艇パターンにならないかな。3号艇の今日スタートは前提正常でした。2番手らしいですが、外に行ってまる4号艇のミシナ、初日インニゲが1本しか決まっておりません。5号艇朝霞と6号艇の矢内ホームに乗り返して、2番手らしいからは4号艇のミシナが前へと出ていきます。5号艇の朝霞が3番手、上位の体勢345、1号艇の西山県4番手、これ高いですよ。後ろ6号艇の矢内21番手、待ってちょっと待ってください、これやばい、これやばい。345900倍だよ。315500倍だよ。やばい、ここで出ちゃうか、ここで出ちゃうか。どうでか満州3号艇の斉藤トップ、2番手は4号艇の三品、3番手のセリスが1号艇の西山、外に行って回る5号艇朝霞でしたが、1号艇の西山が3番手、今度は前を行く4号艇の三品、341か、2番手のセリに持ち込んでいきます。345なら900倍台でした。341は500倍台。ゴースタートからまくった3号艇の斉藤が先頭、1号艇の西山。さあ第6レースでございます。まさかのイン逃げ改造、改造でしょうか。イン逃げが第1レース1本しか決まっておりません。しました。インから1号艇の藤田、3コースから3号艇、2号艇来たら高い。いや1号艇も高い、2号艇も高い。これで的中再生も高い。3号艇まくりつらしてきた。あと宇宙を狙って2号艇木端、その後ろ4号艇5号艇と追走です。1号艇突破らせいまくり出しから3号艇の河合、逃げる1号艇藤田ですが、3号艇の河合が一歩前と出ていきます。1号艇の藤田が2番手、3番手2号艇の木端、その後ろ6号艇、今日すごいな、6号艇以外は満遍なく絡んできてる。トップ3号艇の河合、2番手は1号艇の藤田、内から6号艇の伊藤、外を回して2号艇の木端、めちゃくちゃにいけるところ、4号艇別府と5号艇の北野、ホーム進入インコースから、ちょっちゅね、番3番、後半戦です。第7レース、ちょっとこんだけ、これだけイン逃げを交えているんですから、的中ラッシュいただきたいのに。コースから3号艇柳田、いいスタートを切って、2コースから2号艇野中も好スタート、どれでも逃げの体勢、どうなる、1号艇が逃げる、2号艇が突き刺していった。待って、逃げちゃダメよ、逃げちゃダメよ。12は大丈夫、124、あっ25.1倍、まあまあいいです。逃げちゃダメよ、24やばい、24すごい、24高い、24にならないかな、クイッて、マジか、21、なんでな、逃げちゃダメですよ、124、25.1倍、なるほどですね。これから21マークです。トップ2号艇の野中に対して内を狙う1号艇の向かいだ。3番手の争いからは6号艇の上田コーナー線で追っつけるように、これはあれですよ、216、14.9倍か、ガチ勝負なら取れたな、これ。はい、第8レースでございます。ちょっとイン逃げこれだけ入れ、まあごいただいたご提案とはいえちょっとこれで手をイン逃げを入れるのはビビりすぎましたね。まあしょうがない、ビビりすぎ。12来たか、次来たか、1号艇125124、あこれ高いな、1号艇でも高いな、20倍台。あ5号艇なら16.2倍か、125だって、21だけはやめてよ、ね、
トッパラス外に2なんでそういうことするかな。内側2号艇のなんでそういうことするかな。3番手から4号艇の増田が上がってきています。ホームに折り返して単独トップ2号艇の柳沢出た。これ西立て2番手ガチ勝負なら取れてるやつ。なんでガチ勝負してない時にこういうの来るかね。ガチ勝負すると A1 選手来ないのに。で狙いしてる時に A1 が来る。内を狙う5号艇の殿崎ですが4番手なんだかな。上位は変わらず2144番手以降は5号艇の殿崎、まあ、あとは6号艇の今日1号艇が2着付けすごい。1号艇が2着もうほとんど1号艇2着。はい、大キムレースです。プラッシュ届いてませんよ、まだ4番、5番、6番です。すごい、なんか勝浦トップスタート。2コースから2号艇村上、3コースから3号艇矢渕もいいスタートで1番です。逃げる1号艇1号艇に行けるところ3号艇矢渕外行って内を狙っては2号艇の村上、1号艇4号艇の石バックへ行っていい線。これな本日2本目じゃないですか。これイン逃げ2番手ですが2号艇の村上が前に出て、うわ本日2本目のイン逃げ、うわすごいな。初日石ですが今4番手、外には5号艇の渡辺、めちゃくちゃ逃げるところしかも。これスタートは前提正常でした。めちゃくちゃ逃げるところ 1234.7倍、124なら 14.3 倍ですけど20通りなのでね。いやイン逃げをこれだけ交えてるのに、イン逃げ的中2本目、しかも取り紙どちらも。いやまあ2号艇に絞って坊主覚悟でやるかっていうあれなんでしょうがないですね。もうとにかく的中が欲しい今日このゴールでしたので、4.7倍、1号艇勝浦トップ、ペイヤー2番手2号艇の村、インコースから大事メースでございます。2号艇来てください。6番です。2号艇からの3号艇4号艇来てください。満州たくさんあります。3号艇攻めていってください。それで2号艇内側から来てください。お願いします。3号艇強いな。リンニーが全然決まらない。3号艇ほら1号艇また2着、1号艇の2着がめちゃくちゃ多いです今日。そういうことは事前に教えてくださいよ。トップ3号艇の伊藤誠二、2番手1号艇の山下、3番手は2号艇4号艇滝に回って外を回った2号艇の伊藤圭三が3番手か、内側から6号艇浦上と5号艇の川上です。うわ待ってほらこれもだ、3番手の内から5号艇川上、これも A1 選手。うわマジか。伊藤圭三西一幕です。3番手の水は内から5号艇の川上コーナー線で差し返す6号艇の浦上、あとは2号艇インコースから今日ガチ勝負してればな。もう絶対バックガチでした。今日ガチ勝負してたらもう職もできたじゃん。最近イン逃げに嫌われてる、イン逃げに嫌われてます。最近2号艇来ちゃってください。5号艇が攻めて、うわ5号艇がすごい勢いでつけ上がってくる。陰線押し切った1号艇の松尾満、125連勝へと向かっていきます。18.7倍、繰り出しから5号艇の高橋、内は2号艇の西山、あとは3号艇の山谷、6号艇別府、4号艇の野田、なんか振り回されてる。135.9倍、135が来ました。 20.9倍、上位の体勢はこれでも足らない。135で2、3番手定冠一定し、あとは2号艇西山、4号艇野中、6号艇別府の追走です。1号艇の松尾トップで2周1幕、いやでもでかいです。 20.9 倍はでかい。1、3の中では、まあ1、3号でいいか、1、3、6がいいですけど、6号艇もダメだ。1、3号、20.9倍、4番手以降は2号艇の西山、これで多分200倍に届くか届かないかぐらいなんですよね。だからまだ40倍ほど足りていない。最後に2号艇頭で満州いただきたい。5号艇の高橋、上位の体勢は135で、おめでとう。もうプラッシュして押し切って今日連勝に向かって、プラッシュしてお願いします。2番手は2マーク差しから3号艇の山谷氏、3番手5号艇高橋秀樹、上位の体勢135、4番手以降は2号艇の西山、あとは4号艇の野中、2月になんとか後方で最終ターンマークです。なんとかしてバックガチを作らないと。なんとかして300万貯めないと。マジで。とりあえずの的中をいただきました。ありがたい限りでございます。人生って、なんでこんな切ないんだろう。
なぜ人は髪の毛を欲しがるのだろうか。ドリーム戦、夢を見せてくださいよ。頼みますよ。1号艇いっちゃうの。2、3でもいいんだよ。2、4でもいいんだよ。1号艇いっちゃうの。1。は届かなかった。5号艇スタンド。20.3倍。待って、5号艇やめて。うわ、もう。5号艇来ないで。1号はダメよ。その後ろで2号艇の川井、現在4番手、これから21マークです。1号艇柳沢トップ。ちょ、マジっすか。2号艇の川井、外に行ってまる3号艇。マジっすか。両者が競り合ったか。内を通って5号艇の鈴木はここ。いや、1号艇をね、これだけ抑えておいて全然当たらないというのはダメですね。当たったところしかも取り紙ですし、イン逃げで撤収したところ。あ、まあ1本は 20.9 倍か。まあそれだけ。まあね、今回は上位の体勢は1号2前提最終周回です。坊主よりも的中が欲しかったので、とにかくしょうがない。これでプラス収支に届かなかった。まあしょうがない。満州来てくれたのでね、1本2号艇。なんで人は毛を欲しがるのだろうか。毛を植えた先に何があるのだろう。はい、しつこいようですが、私、春が来る前に、つまり3月中には植毛手術をすることを目指しております。まだ諦めていません。つまり2月が勝負月になることは間違いないでしょう。もう貯金額がマイナス300万になるかプラス300万になるか、もうその2択レベルでのリスクを覚悟でいかなきゃきっと厳しいだろうなと思っております。ちなみに今のところマイナス100万以上です。おそらくそこからなんとかしてこの1ヶ月2ヶ月で這い上がらなければならない。てんや。では今回これで終わります。ありがとうございました。ありがとうございます。